19日の17時間配信、あれも面白かったですね。なんとチームエイトの率いるチームエイトメンバーの成功到底チームがダントツの優勝ということで、はい、非常にとっても楽しいイベントでしたね。あちらまあね、17じゃないわ、失礼しました私こそアップデートしないと。ワンセブンライブさんではね、結構、コンサートの配信とか、こうやってね企画の配信とかね、たくさんねしていただいてるので、皆さんもワンセブンライブさんを視聴する、ことに関しては皆さんプロかな、私よりプロかなと思っているので、まあぜひぜひ楽しく見ていただけたらと思います。でなんかね、知らないね機能があるらしくて、ちょっと試してみようかな。ルームデコ、これでちょっと待って、高橋さやかです。これをこうやって配置しといたら、私の名前が皆さん画面に出ましたか？これで合ってんのかな？私の知らない機能があったんで今使ってみたんですけど、これちょっとつけておきますか。私のこと知らない方もいるかもしれないからね。こうやってさ、何個も出せるのかな？何個もは出せないのか。あ、何個もは出せないのか。じゃあ名前だけ置いておきましょう名前だけ置いておくことにしましょうね。はい、ということで早速企画の方に行きますかね。ちょっとまず最初のコーナーはこちら、これを聴けば100倍楽しめる新曲プレゼン、イエーイということでですね、もう新曲の、発売が目前でございます。9月29日水曜日に発売する新曲ネモハモルーマを皆さんに100倍楽しんでいただくために、新曲のここがいいぞとか、実はこんなことがあったんだよという話をね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。私が参加させていただいているのは、ネモハモルーマのカップリングの成功到底というね、久しぶりのチームメイト全員曲なんですけれども、皆さんまあ結構聞いていただいた方も多いのかな、ラジオで流していただいたりとか、先日の、17時間配信でも、なぎちゃんがね作ってくれた MV とともにフル尺で流れたかなと思うので、まあね結構聞いていただいた方も多いかなと思いますけど、まだだよって方はCD の発売をお待ちください気圧配置は成功到底、愛しい君を思うその度、青空を見上げてしまうんだみたいな感じのね、まあ、ワンフレーズだけ歌うとこんな感じの曲なんですけど、ちょっとコメントが流れるの早かったんですけど、何歳ですかってコメントがあったんで、19歳です。初めて見てくださってる方も多いのかな、ありがとうございます。19歳でございます。皆さんコメントもね、ちょっとこのスピードで流れていくのはなかなか慣れていないので、読めるか頑張って読みますので、みんなコメントもぜひ書いてください。初めましての方多いですね、ありがとうございます。イエーイ。はい、ということで成功到底のお話をしていきたいと思うんですけれども、そうですね、今回の曲名にもある通り、成功到底ってすごいチームメイトらしい名前だなと思ってて、やっぱ東日本と西日本でさ分かれることが多いじゃないですか。そうだからなんか成功だから東、違う、西は高くて東は低いみたいな感じの振り付けにダンスの先生が作ってくださったんですよ。そう、あのね、
ちょっとまだ多分、まあ、披露してないですよね多分どこでも。なんでまだ見たことないと思うんですけどダンス。まあね近々、まあ、CD が発売されたりしたらすごいたくさん見ることにねなると思うので、ちょっと頭の片隅にこの話は置いといちょっと覚えておいていただけると非常に面白いかなと思うんですけど、結構ねそうダンスの先生作るの難しかったって言ってたんですけど、なんか歌詞に合わせた振りが結構多くて、あのね見てるダンスを見てる皆さんも楽しめる振り付けじゃないかなと思って、結構披露を早くしたいですね。楽しみです。いつどのタイミングがね一番最初の披露なのかちょっとまだ分かんないですけど、そうそう結構いろんなメンバーが振り入れしてるみたいで、まあ近々やるんじゃないかなと思うので、皆さんぜひぜひ、ダンスの方も楽しみにしていただければと思います。あとはそうですね、でもねそう私はそのちょうどねレコーディングする期間に愛媛でねミュージカルやるんですよ今度、私今月末から、実はちょうどネモハモルーマの発売日から私の初日なんですけど、ミュージカルやるんで愛媛にねいて稽古をしていたので、ちょっとねレコーディングには参加できず、ちょっとね歌割りがないのでねあれなんですけど、まあ曲は本当にいい曲なので、もしかしたらサビのところはめちゃくちゃうっすり入ってるかもしれないけど、ちょっとわかんないですねまあまあぜひぜひCD の中から私の声を聞き取るのは非常に難易度高いと思うんですけど、まあ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 曲自体がいいですからね、曲自体がいいですからぜひ楽しんでいただけたらと思います。あとまあ表題曲のねネモハモルーマーは私まだ、踊る予定が一切なかったので、フリーデーにはまだ参加したことがなく、全く踊れないんですけどあ、昨日かな、TikTok にそうネモハモルーマーのなんていうんですかあれは、まあ、曲を使った動画をね上げたんで、ぜひぜひ TikTok もチェックしていただければと思っておりますけれども、そうですね今回はね結構 TikTok を使ったちょっと待ってくださいね、言葉が出てこないんですよなんて言ったかな、絶対ねカタカナ横文字なんですけど、すごい喉この辺まで言葉出てきてるんですけど今ちょっと出てこないですね、なんだっけな、ちょっと出てこないんで諦めますちょっと出てこないんで諦めますね。まあねちょっと TikTok をね全メンバー使ってたくさんそういろいろやらせていただいておりまして、まあ、皆さん TikTok も見ていただけたらと思います。あれですね、何でしたっけ、もうダメだ今日言葉が全然出てこない、わあ IKKO さんになっちゃうねお手手がネモハモルーマーはね、テレビでもう披露したりして、けどね皆さん聞いていただいた方も多いと思うし、YouTube にね MV も上がってますのでぜひぜひ見てください。ちょっと今日は脳みそが終わっていて全然回転していません言葉が出てこない、でもねこれね多分緊張してるとかじゃなくてね普通にねもうね最近ね脳みその働きが非常に弱まっておりまして、そうダメなんですよね言葉が出てこないんですよね、まあ、いつかねドエライダンス私も踊らなきゃいけないというか踊る機会があると思うので、まあ、ちょっと踊る機会が出たら練習頑張りたいと思います。
全然踊れる気はしないんですけどね、頑張ります。まあね、29日に、発売されますので、皆さんぜひチェックしていただければと思います。まあ、それに合わせてね、お話し会とかもございますので、まあ、お話し会のね、受付今一旦終わっちゃってるんですけど、またあるんじゃないかなと思います。先日再々受付再々販売がちょうど終わっちゃったとこなんですけど、まあ多分またやると信じてるので、ぜひぜひ私のこの17ライ残念失礼しました、ワンセブンライブでもうダメだワンセブンライブでね、初めて私のこと知ってくださった方も、ぜひぜひお話し会とか来ていただければと思います。ツイッターとかもねやってるんでね、ぜひこれを機会にツイッターもフォローしていただければと思っております。高橋さやかで検索したら出てきます。この辺に画面のどっかに私の名前高橋さやかですって書いたやつがどっかにあると思うんですけど、それと同じ字をツイッターで検索したら出てくるんでね、ぜひフォローしていただければと思います。もうすぐねフォロワー2万人に行くんですよね、ツイッター確か、ちょっとうろ覚えですけど、どうですか今。そう、1万9510人ってことで、あと490人で私2万人に行くんですよ。目標としていた2万フォロワー2万人がもう目前で、なんかやっぱさ万単位でさ数字が変わるとおって感じするよね、大台に乗った感じがするので、ぜひぜひフォローしていただければと思います。まあそんな感じで次のねコーナーに行きますかね。新曲の、プレゼンはこんな感じでいいかしら、伝わりましたか。でも本当にねいい曲、でもねこの配信1時間なんでちょっとテキパキ進んでいかないと、最後の方ねとんでもないスピードでねやらなきゃいけなくなりそうなのでね、まあちょっと段取りよくやっていきますね最後超駆け足とかになったらちょっと悲しいのでね、一個一個丁寧にやっていきたいのでね、次の企画に行きたいと思います。次のコーナーはこちら、遊んでみよう君と二択投票、イエーイ。ということでワンセブンライブさんにはね便利な投票機能があるということで、ちょっとね皆さんたくさんの方にね今見ていただいているので、みんなと遊んじゃおうかなと思っております。ということでですね、私が二択の投票テーマをいくつか出していくので、30秒以内に自分ならどっちかなを決めて投票してみてください。30秒だって意外とシビアですね。みんな急いで投票してください選んだ理由とかもコメントに書いてくれると嬉しいです。そうですね、投票したらこうだからだよみたいなねコメント書いてくれれば頑張って読みます。投票の仕方がわからん、多分ね投票って出したらねわかりやすく画面に出てくると思うんで、多分大丈夫だと思う。私もあんまり分かってないけどみんな大丈夫だと思うよ。投票テーマ何にしよう。じゃあ秋なんで秋に関した感じにしようかな。じゃあ食欲の秋、味覚の秋、美味しいものがたくさんの秋ということで、みんなに聞きたい好きなものは、最初に食べる派か後に食べる派か、よくないですか。なにこれどうやって変えるの、ちょっと待って、オリジナルテーマを設定する。美味しいものはいつ食べる、最初、ちょっと待ってね、最後に食べる、時間は30秒です。1分にするけど多分途中で切ります。はい、はい、
今この辺にテーマって出たと思うんで、多分それを押せば投票できると思う。ちょっとやり方はよく分かってないけど、みんなちょっと探しやり方か探してみてください。みんなに委ねます。でね、投票したらね、理由もぜひコメントで書いてください。私はちなみに最後かな。で、真ん中辺に食べるかな。どっちかだったら、最初か最後かだったら、はい、最後っすね。いっちゃん最後に食べます。なんか一番最後に美味しい食べ物で、美味しい口で終わりたいのでね。あ、同じ人がいた。美味しい口で終わりたいよね。やっぱそう。どちらかというと最後、大切なものは取っておきたい。いつまでも余韻に浸りたい。あ、最後の人多そうだよ。じゃ、ちょっと。投票結果。結果。最初に食べるが14票。最後に食べるが50票。最後に食べる派が圧倒的に多いですね。なるほどね。最初に食べた方が美味しいよ。まあでもそうですよね。やっぱお腹空いてる時にご飯食べるのがやっぱ一番美味しいっていうじゃないですか。空腹が一番のスパイスっていうから、一番最初に食べるのが一番理論的には一番美味しく食べられるタイミングだとは思う。そう。でもやっぱ最後に取っちゃうよね。こんばんは、はじめまして、こんばんは、ありがとうございます。そうね、最後でも美味しいもんは美味しい。それもある。お口直しに最後、それもある。一番最初は何食べても美味しい。あ、確かにね、頭いい。一番最初は何食べてもやっぱ空腹で美味しく感じるから、最初はまあ別に普通のものを食べて、いっちゃん最後の一口に一番好きな美味しいのをパクッといくっていうね。お、音もいいですね。待って、それ今結構私の中で腑に落ちた。最初は空腹状態で何でも美味しく感じるから、別に美味しい一番好きなものを最初に食べちゃうのはなんかもったいない気がする。いい意見ですね。なんか今腑に落ちたわ。なるほどね。確かに確かに。残しておくと取られる。そんな大皿に乗ったご飯をみんなでつっついて食べるみたいな食べ方じゃなかったらそんなに取られることはないと思うけど、まあでもお子さんがいたりするとね、もしかしたらあるかもしれないね。確かに。まあぜひ友達との食事とかで人のものを取っちゃうのはやめましょう。あの、美味し好きなものを最後に残すタイプの人かもしれないからね。残してんの？俺もらうわっていうのはね、ちょっとちゃんと相手の話を聞いてからにしましょうね。まあでも本当はもう一口分しかないんだったらいっちゃん最後に食べるけど、本当は大体さ一口ではないじゃん、美味しいものって大体は。だから最初と最後に食べるけどね、最初と真ん中と最後とかにこう食べたいかな。好きな食べ物は何ですか？私ね、好きな食べ物いっぱいあるんですよ。焼肉も寿司もしゃぶしゃぶも串揚げも中華も全部好きなんです。そう、全部好き。まあ、でもよくこの好きなものを最初に食べるか最後に食べるか論争でよくあるショートケーキのいちご問題はマジで真ん中で食べるんですよ。なんかショートケーキってさ、こう三角形じゃない、三角表上から見た図はさ三角形じゃないですか。だからその角っこからこう食べ進めてって、で真ん中ら辺にイチゴに到着するでしょ。そしたらそこでイチゴを食べちゃうんですよ。でそのままこう広いこう広がっていく方にこう食べ進めていくんで、私ねショートケーキのイチゴは絶対真ん中で食べるんですよ。どうでもいいか、どうでもいいけどね。ショートケーキのいちごはやっぱ一口しかないんで真ん中で食べますね。そんなお話でした。じゃあちょっともう一個ぐらい投票しますかね。じゃあ秋だから、あ、
ネモハモルーマーにちなんで、噂話は好きか嫌いか、やってみましょう。噂話は好き、苦手、これで投票してみましょう。作成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 できない。投票結果を消さないといけないかな。ちょっと待って、もう一回いきます。少々お待ちください。噂話は好き、苦手、時間は1分、作成、はい、お願いします。まだ投票したら理由をコメントに書いてください。お待ちしております。まあ、噂話を話すことが好きか嫌いかだね。友達とかと、誰々さんってあーらしいよとか、そう、こんなことがあったらしいよとか、噂話好きですか？どうかな、みんなはどうなんだろう。私はどうなんだろうな。なんかポジティブなね話だったら好きだけど、なんかネガティブな話はあんま好きじゃないかな。なんかまあみんなそうか。みんなそうかもしれんけどさ、なんか例えばなんだろう、なんだろうな、ちょ、例えばが全然思い浮かばないんだけど、ネモハモルーマーのダンスめっちゃ難しいけど、ルンちゃんめっちゃプロみたいに踊れるらしいよみたいな、そういう、まあこれは噂というか事実なんですけど、まあこれは噂というか事実ですけど、そう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 、そういう話だったらマジみたいな、ルンちゃんやっぱさすがすぎみたいな話で盛り上がれるんで好きですけどって感じ。あ、投票結果が出てる、見ます。好き21、苦手36、まあ若干苦手の方が多いですかね。まあそう、まあ噂ってね結構なんかあんまりポジティブじゃない話題とかも多いですからね。それこそね、根も葉もルーマーみたいな感じで根も葉もない噂がね流れちゃったりするからね。みんなポジティブな噂だけさ流しておきたいよね、非常にね。噂はあくまで噂なのでどうでもいい、いいっすね、ちょっとこう冷静な感じがいいですね。冷静な感じがいいですね。面白い話だったらいいんだけどね。まあそうっすね。なんかさ、今ちょ、なんかね、今のところね投票のテーマ台本にこう書いてあるいくつかのリストの中から選んでおるんですけども、ちょっと話広げづらいテーマでしたね今のは。大変失礼しました。じゃあということで、君と二択投票はこれにて終了ということにします。イエーイ。皆さん投票へのお付き合いありがとうございました。でもめちゃくちゃ面白かった、そう、みんなのお話が聞けて。ということで続いての企画参ります。今日最後の企画ですね。これが一番ボリューミーですよ。この企画であと30分乗り切ろうとしてますからね、一番ボリューミーです。いきますね。君と話そう、ワンセブントーク、イエーイ。ここからトークメインでございます。このコーナーは17個の トークテーマの中から好きなテーマを選んで皆さんとフリートークをしていくという企画です。どれでも話したいテーマを好きなだけということなので、なんか一応台本には1から17までなんかトークテーマを用意していただいておりますので、全部いっちゃいますか。せっかくね台本を書いてくださった方が17個もトークテーマを
考えてくださったということで、感謝の気持ちを込めて1からね順番にいっちゃいたいと思います。ちょっと座り方変えますね、足しびれました。じゃあ1、ハロウィンの仮装、どんな仮装が好き。あのトークテーマになったらみんなの意見もねぜひコメントで書いてください。ハロウィンの仮装か、まあ、今年は、生写真では私キリンさんのねコスチュームを着させていただきましたけど、魔女ナース、ね、なるほどね。みんな結構セクシー系が好きなのかしら。なんだろうな、私はなんだろう、小悪魔的なやつ、圧倒的犬、あ、小悪魔的なやつはなんか去年かな、一昨年か、去年はやってないから、一昨年のあのん、いつだ、去年かな一昨年かな、ちょっとあんまちょっと覚え、一昨年だな、一昨年のあのハロウィン公演でね来た気がしますね、覚えてますか。私なんだろうな、結構ぶっ飛んだやつとか好きですけどね、なんかその仮装するみたいなあのやつ好きなんですけど、ちょっとパッと思いつかないですね。何かな、まあ、でもね猫耳とか結構可愛いんで好きですけどね、猫ちゃん好きです。まあね、こんなご時世ですのでね、ハロウィン公演とかもなかなかやるのかちょっとわかんないですけど、今年はできたらいいですね。私が出るかどうかはまた別としてね。そうですね、まあね、街に繰り出してハロウィンイベントみたいなのはねこう当分できないですから寂しいですね。じゃあ次に、マリトッツォ食べた、あ、みんな食べた、マリトッツォ、今話題のマリトッツォ、私は愛媛でハマちゃんと一緒に、なんかこれ美味しいらしいよ、食べようって言って買って食べたけど、私生クリームがそんなに得意じゃないので、まあ美味しいけど、まあ2回目はいいかなっていう感想にはなってしまいましたね。食べたよ、食べた人多いっすね。みんな流行に乗るのがとっても上手。北海道にありますか？コンビニでね今売ってますよ。食べてない、あ、食べてないですね。それなに、なんか丸っこいパンみたいなやつにこうパックみたいな感じでこう口がちょっと開いてて、そこに生クリームドゥーンっていっぱい入ってるあのパンみたいな、お菓子みたいなやつですね。そう、そう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 、まだ食べてない、まだ食べてない方ぜひぜひ食べてみてください。甘いのが好きな人だったらね絶対美味しいと思うよ。そう、あ、好きだと思うけど、私はね、まあ、生クリーム苦手な人は無理して食べなくてもいいかなって感じ。なんか海外のお菓子だったけど、どこだったかちょっと忘れちゃった、ヨーロッパ系のなんかね国民的なスイーツみたいな感じだったような気がします。私もちょっとにわかです。じゃあ続いて3つ目、秋といえば食欲の秋、秋の味覚何が好き、みんな何が好き？さつまいもが好き。私はね、さつまいも大好き。もう今さ、さつまいものさ、お菓子がいっぱい出てるじゃない。はぁ、食べたいんだよね。さんま、いいね。新そば、あー、いいですね。新そば。長野はね、そばが有名なんでね、美味しいですよ、長野のそば。いくら、いくらって秋の味覚なんですか？知らなかった。サンマ、ブドウ、サンマ、サンマ、お、みんなサンマ好きだね。栗、さつまいも、あ、栗ね、栗ご飯、あー、いいですね、栗ご飯食べたい。この前回愛媛で稽古した時は栗ご飯食べましたけどね、一回。そう、サンマ、かぼちゃ一択、かぼちゃ今日夜ご飯で食べました。私、さつまいも、栗、さつまいも、あー、スタバのさつまいもね美味しいらしいですね、まだ飲んでないです。梨、梨ね、いいよね。今うちに20世紀梨とんでもないでっかいの1個ありますけど、まだ食べてないです。松茸、あー、松茸ね、高級のさ、キノコね。メロン、ぶどう、柿、栗、サンマ、かぼちゃ、甘くて美味しい、いいですね。鮭いいね。うわー、全部今上がったやつ全部好き。
全部好き。いいですね。ぶどう今年はね、私シャインマスカットを死ぬほど食べました。死ぬほど食べました。多分3キロぐらい食べました。やばくない？しかも1週間で3キロぐらい食べました。食べ過ぎですと考えても、そう、どう考えても食べ過ぎなんですけど食べました。はい、じゃあ次いきますね。4、 AKB48 のメンバーの中で一番影響を与えてくれた人は誰？急に難しい話題だな。影響を与えてくれた人、誰だろう。影響を与えてくれた人でしょ。誰だろうな。でもなるちゃんかな。明日、そう、この配信明日なるちゃんなんですよ、ちなみに。明日なるちゃんだからなるちゃんに忖度してってわけじゃないですけど、やっぱ私が加入してすぐの時とかは、そう、すごいいろいろ教えてくれたりとかしてくれてたんで、やっぱさ、グループやっぱチームメイトって大所帯じゃないですか。だからさ、こう誰かがこう言わなきゃいけない時とかもさ、まあ誰か言うだろうとかさ、あんまりこう嫌われたくないから私は言わなくていいやみたいな、感じになっちゃうじゃない、普通は。だけどさ、なるちゃんって本当に後輩の面倒見が良くて、そう、そうなんです。みんながね、そう、なんて言うんだろう、みんなの代わりにこういろいろ言ってくれるんですよ。こうしようとか、そう、こういう風に頑張っていこうみたいな。なんでね、やっぱり入ってすぐの何もわからない私を、なんて言うんだろうね、ちゃんと頑張る方向にこう導いてくれたのはなるちゃんなんで、影響を与えてくれたのはなるちゃんかな。やっぱ加入してすぐってさ、なんかもう何も吸ってないスポンジみたいな状態で私は入ってるじゃない。最初なんてみんなそうだけど、そう。だからやっぱ一番影響を受けやすい時だったから、本当にいい影響をすごい与えてくれたなって思いますね。そう、本当になるちゃんみたいにこうしっかり言ってくれる人がいたから、私もちゃんと頑張れる人になったかなと思っております。明日はなるちゃんがこの君とワンセブンライブ、ワンセブンライブだっけ、 AKB を出て君とワンセブンライブ配信、明日なるちゃんなんでね、ぜひなるちゃんのを見ていただきたいと思います。お話も歌も上手だしね。はい、そして次、5、笑えない失敗談。なんだろう、笑えない失敗談でしょ。なんだろうな、私あんまり記憶力悪いからさ、よくないからさ、もう覚えてないんだよな。めっちゃあるんだけどね、多分死ぬほどあるんだけど、なんだろうな、笑えない失敗だね。なんだろう、みんな覚えてる私の失敗。なんだろうな、なんかさ、意外、私結構ポンコツなんで、多分ちっちゃなミスとかちっちゃな失敗は死ぬほどやってるんですけど、いざ例えばこんなエピソードありますかって言ったら、あんま覚えてないんだよな。なんだろう、なんだろうな、しっかりしてるように見えるよ。そう、よく言っていただくんですよ。見かけはね、見かけはしっかりしてるように見えるんですけど。
子供の頃のやらかしたこととかは？子供の頃のやらかしたこと？なんだろうな。まあ普通に歩道橋の階段踏み外して落ちたとかはありますけどそれこそ笑えない失敗ですけどね。結構結構でかい怪我したんで、それこそあれですけど、そんなもんですかね。あ、次行きますか。6、食べたことがない食べてみたいものを一つ教えて。あ、皆さんありますか？食べたことまだないけど食べてみたいなって思ってるもの。私はね、なんだろう、食べたことないものなんて5万とあると思うんだけど、なんだろうな、あ、二郎系ラーメン、まだ食べたことなくて食べてみたいんですよ私。そう、別にラーメン屋さんなんて無限にあるんでね、行こうと思えば行けるんですけど、なんか行く機会がなくてね、まだ食べたことないですね。食べてみたいです。もやしたっぷり乗った油のたっぷりの背脂とかが入ってるやつ食べてみたいです。横浜中華街の料理、あ、いいですね。私も中華好きで、横浜中華街はでも中学生、小学校の時かな、家族と一緒に食べに行ったことがありますね。馬刺し、あ、馬刺し美味しいですよ。馬刺し大好きなの私。ジビエ食べてみたい。ジビエね、長野県はジビエ料理結構有名ですね。伊勢海老、伊勢海老もいいですね。高級なものってやっぱね、なかなか食べる気がないからね。それに比べて私の二郎系とか別にいつでも行けるんだよな。1000円ぐらいを握りしめていけばいつでも行けるんでね、まあ近々行きたいと思います。馬刺しはね、去年の誕生日の手前ぐらいで初めて食べて、こんなに美味しいのってなって、ずっと家族に馬刺しが美味しいんだよってね、まあ家族と食べたんですけど、馬刺しが美味しい、大好き大好きって言ってたら、誕生日にサプライズで馬刺しを用意してくれました。なんて渋い誕生日、バースデーご飯なんでしょうね。はい、次。7、最近見た夢の話。うわ、最近なんかおもろい夢見た気がするけど忘れちゃったな。あ、でもなんかこの前急にもう5年も6年も思い出してないような中学の同級生が夢に出てきて、もう全然連絡先も知らなければ今何やってるかも知らないし、マジで本当に中学の卒業式以来思い出したこともないような友達が5、6人バーってなんか夢に出てきて、あれは深層心理的にはどういう状態だったのかちょっと不思議な気持ちです。ちょっと本当に意味不明だったんだけど、なんか出てきましたね。はい、同じ夢を何回も見ることある？なんか本当に見ていたかは分からないけどある気がする。なんかデジャブじゃないみたいな時ありますけど、本当に見たことある夢なのか、デジャブだと体が思い込んでるのかちょっと分かんないですね。次、8、自分を動物に例えるなら、なんだろう、まあ家族には猫っぽいって言われます。超気分屋なので、そう、めちゃくちゃ気分屋さんなので猫っぽいとは言われますけど、ファンの人には犬っぽいとは言われますね。なんか尻尾振ってる感じするって言われます。まあみんなが思う感じで例えてください。次、9、9つ目、自分にとって特別な日を教えてください。誕生日じゃない？それ自分の誕生日大好きなの、自分のこと大好きなやつなのみたいになっちゃうんだけどさ、自分の誕生日大好きなんだよ。なんかみんなからおめでとうって連絡が来たりとかさ、なんかそう、特に AKB に入ってからファンの皆さんから本当にたくさんこうリプライとかねいただくようになって、なんかこんなに自分が愛されてることを実感できる日って誕生日以上の日ってないよなと思って、誕生日大好きです。はい、次、10、最近お気に入りのおやつは何？最近はでもお菓子は一切食べてないので、
最近のおやつは果物ですね。私今日はグレープフルーツを食べました。グレープフルーツおすすめです。次ちょっとね時間がなくなってきたんでねテンポアップしてます。11番、カバンの中にいつも入れてるというものみんなありますか？カバンの中にいつも入れてる、これだけは欠かせないもの。私は基本的にはないんですけど、リップクリーム、印鑑、リップクリーム、お守り、のど飴、免許証、なるほどね、お守り、財布。私はまあでも私もリップクリーム絶対いるかな。メイク道具普段持ち歩かないんですよ私。でもリップだけは持ち歩きますね。リップと目薬かな。でも基本はリップと目薬はちょっと忘れたらちょっと焦るけど、それ以外は特に、はい。まあ財布と携帯は絶対いるとしてさ、まあ財布もなんならなくても今ね携帯で決済できるから、ワンチャン忘れてもどうにかなるっていうところではありますね。スイカと携帯さえあればなんとかなりますね。次、12番、最近読んだ本、漫画のおすすめを教えて。最近漫画も本も読んでないな。最近ちょっと離れてますね活字から。まあ、最近ではないですけど、おすすめの本は東野圭吾さんの推理小説はもう全部おすすめですね。最近読んでないんだよな。なんか小中は本当読書が好きで、もう毎週学校の図書館に通って毎週推理小説を借りて読んでたんだけど、高校に入ってからというか AKB に入ってから、まあ高校入ってからだな、高校入ってからさ携帯を持ったんですよ。スマートフォンというものを私は手にしてしまったんですよ。したらそうスマートフォンでってなっちゃったな、本読まなくなっちゃったな。ちょっと読みたいですねまたそろそろ。図書院でしたか？いいえ図書院ではありませんでした。私は生徒会役員をやってたので図書院ではありませんでしたね。でも私結構活字中毒というか活字読むの大好きなんで、携帯でずっと活字読んでたりします。なんか人のなんだろうブログとかさ記事とかネット記事とかずっと読んでますね。次、13、ハロウィンの思い出。ハロウィンの思い出、なんかあんまりこうどっかに行ってワイワイみたいなないんですけど、あ、一個あるわ。ユニバーサルスタジオジャパン USJ にハロウィンの時期に一人で行って、私遊園地一人で行くタイプの人間なんで、そう一人で行って、ユニバって結構ゴリゴリのハロウィンナイトみたいな、もうゾンビとかがガンガン出てくるイベントをやるんですよ。夜に暗くなったらもう何百人っていうゾンビたちがそのエリア内を徘徊してみたいなイベントやるんですけど、マジ一人めっちゃゾンビがねリアルなの。そうだから一人ちょっと怖かった。そうそうそう、ちょっと怖かったです。ちょっと心細かったです。一人遊園地は全然大丈夫なんだけど、ゾンビが出てくる来た瞬間はちょっと心細くて、うわー誰かいてほしい、ハロウィンは一人で来るもんじゃねーと思いましたね。次、14、人生で一番ピンチだった思い出。あ、またこの思い出系ね。ピンチ？ピンチか。なんだろうな。一番ピンチだったでしょ？一番ピンチだった思い出？なんだろう。あれかな？ピンチっていうか、まあ、なんとか乗り切った話なんですけど、家で長野なんですけど、私実家が長野でぬくぬくと寝てたら急にね電話がかかってきて、ちょっと今から劇場公演出てくれないって言われて、まあ、ちょっと体調不良のメンバーが出ちゃって、同じポジションだったので私が、今から来れんって言われて、
その場で急いで東京に行く準備をして新幹線に飛び乗り、公演の30分前に劇場に着き、急いでメイクをして出たことがありまして、その時はね、何がピンチだったかっていうと、私劇場公演のポジション4つ覚えてるんですよ。で、その時やってほしいって言われたポジションが一番やった回数が少ないポジションで、正直全然1ミリも覚えてなかったわけ。だからその新幹線の中で立ち位置表とずっとにらめっこして、立ち位置表とみんなが踊ってる動画と一生にらめっこして出た時は本当によく乗り切ったなって感じ。そう、超不安だったけどね、立ってる時とか楽しかったけどね。そう、まあ、出る直前まで立ち位置表とか見てたしね、立ち位置表と歌割りとかを全部確認してみたいなやってましたね。あれは一番ピンチだったし、なんとか乗り切ったいい思い出です。次、15、この1ヶ月で一番笑った出来事。この1ヶ月ということは、今9月の24だから8月の24から9月の24までですよね。やっぱ愛媛で浜ちゃんと2人でご飯食べてる時とか、こうたわいもない時かな。マジでなんであんな笑ったんだろうってくらい浜ちゃんとすげえ笑ってたんだけど、全然何で笑ってたかは全然覚えてないです。何にも覚えてないんですけど、むっちゃ楽しかったです。さっきね、そう、本当に配信、このワンセブン配信始める直前に浜ちゃんに LINE で写真とともに LINE して、髪切ったよって LINE したら、めっちゃ可愛いって連絡が来て嬉しかったです。そう、メンバーで一番最初にこの髪の毛を見せたのは浜ちゃんでした。漂流ダンスの動画爆笑した。確かに、YouTube、坊ちゃん劇場さんっていう劇場で、愛媛のね、坊ちゃん劇場さんっていう劇場で、ミュージカルやらせてもらうんですけど、坊ちゃん劇場さんの公式 YouTube に漂流ダンスのレクチャー動画みたいなのが上がってるんですよ。それは、あれの収録はマジで笑ったね。本当に面白かった。だから見てほしい、みんな。もう大爆笑しているメンバーみんなが見れるからね。マジでみんなに見てほしいです。次、16、褒めたら伸びる、私を褒めてトーク、視聴者に自分のいいところをどんどんコメントしてもらって反応していく。だって私人に褒めてもらうの大好きだから、みんな私を褒めるコメントをぜひ。坊ちゃん劇場行きたかった。まだね、12月まで私出たり出なかったりするんですけど、12月までまだチャンスはあるんで、ぜひチャンスがあれば来ていただきたいです。明るいところ、歌が上手い、可愛い、いいね、歌声が綺麗でエンドレスで聞きたい、すぐ調子に乗る、褒めてんのかそれは。ポジティブなところ、美人、ありがとうございます。すごい嬉しいです。しっかり者、いや本当か。声が好き、嬉しい、頭の回転が速い、本当ですか、嬉しい、元気なところ、笑顔、嬉しい、みんながいっぱい褒めてくれる、ハッピーですね、ハッピー、前向きで明るい、頑張り屋さん、中野愛が強い、大好き中野。でも、どうだろう、前向きかな、私結構ネガティブなところもありますけどね。でも浜ちゃんに結構抑えはポジティブって言われたんで、ポジティブかもしれない。瞳が綺麗、本当？キラン、今日光入ってますね、目に。全部可愛い、愛おしい、ありがとうございます。素敵、笑顔が好き、ありがとう、ダンスがダイナミック、やっぱり笑顔、料理がうまい、生で見た時可愛かった、おー嬉しい、何事も全力で挑むところが好き、嬉しい、話上手、本当ですか、嬉しい、生で見た時可愛かったってさ、結構嬉しいよね。なんかやっぱさ、写真とか配信とか、まあ私基本加工をほとんど入れないんですけど、なんか加工した自分の顔が嫌いだから、ほとんど写真とか動画とか加工入れないんですけど、やっぱさ、加工なんか写真補正ってあるやん、なんとなく、だからこう実物思ったよりだったみたいな言われることがやっぱ多いじゃないこのご時世。それが生で見て可愛いって嬉しいっすね。スタイルがいい、笑顔が可愛い、嬉しい、可愛い、ショートボブ似合ってる、嬉しい、パン作り美脚、
足が長くて綺麗、人間味があるところ、人間味ばっかりだな。ユーリーさん世界一のところ、お、よく知ってますねよく知ってますね。私がユーリーさんラブなこと、いいですね。ありがとうございます。みんなに褒めてもらっちゃった、ありがとうございます。今日みんなに褒めてもらったことを糧に残りの今年いっぱい頑張ります。今年いっぱい頑張れそうですでは次ラスト17個目、今の AKB48 の最高なところ、これはまた難しいですね。今最高なとこばっかりだからな、まあ、今回ねネモハモルーマーもそうだけど、どんどん新しいことにチャレンジしていくところが AKB のいいところかなと思ってて、昔からそう、今回のそのロックダンスっていうのも AKB では今までやったことがなかったけれども、やってみてとか、この前の17時間配信とかもそうやったりとか、どんどん新しいことにチャレンジしていくところが AKB のいいところだし、あとやっぱ個性が豊か、本当にそう、同じタイプの子いない、あんなにメンバーいるのに同じタイプの子がいないんじゃないかってぐらいさ、みんな個性あるのにまとまるときはすごくまとまるじゃない。そう、これがいいところかなと思ってる。なんかさ、こう AKB って衣装さんもありきだと思ってて、衣装がすごい可愛いっていうのも私が好きなところなんだけど、衣装もその人によってちょっとさ、そのこの子はこういうアレンジとかさ、こう人によって全然違うじゃない衣装が。特にネモハモルーマーなんて、あのヘアバンドする子だったりとか、マスクしてる子とか、あのいろいろいると思うんですけど、衣装も個性豊かなのに、で踊り方とかも多分みんな個性豊かだと思うんですよ。なのにこうみんなでこうパフォーマンスすると本当に一体感がさすっごいあるじゃない。だからなんかそれがすごい AKB のいいところかなと思う。そう、 AKB のこと好きなんよな、結局。結局メンバーみんな AKB のことが好きだから、それがやっぱ一緒にいたりとかさ、いろんなことをしてて感じられるしね。ファンの皆さんもメンバーがね AKB、 あ、メンバーって本当に AKB のこと好きなんだろうなってこう感じること多いと思うんですけど、本当にみんな AKB のことが大好きだから、そこがいいところかなって私は思っております。いかがでしょうかいかがでしょうかね。そうなので、またね AKB がもっと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 盛り上がっていけたらいいなと思ってます。そう、まあ、本当にね、楽しいばかりが AKB ってライブのサブタイトルにもなったこともあるけど、本当に楽しいばかりが AKB でいてほしいね、ずっと何年先も。もう辛いこととか悲しいこととか全部抜きにして、 AKB は楽しいだけでいてほしいなって本当に思います。ということで、君と話そうワンセブントークは終了です。17個ちゃんと話せたぜ、イエーイ。時間ぴったりなんだけど、ということで、ね、エンディングに行きたいと思います。終わりの時間が近づいてまいりました。どうでしたか、初めてのワンセブンライブだったので、ちょっとね、まあ、縦画面っていうのも珍しいしね、どんな感じかなと思ったんですけど、皆さんどうでしたか、楽しんでいただけましたでしょうか。まあ個人的な話としては、髪の毛を短くしてから初めてのお仕事だったのでちょっとね新鮮な気持ちでございました。私さ、ちょっとさ、ちょっと特技にさ、タイムキープめっちゃ得意って書こうかな。なんかタイムキープ私多分得意だわ。この配信もそうだけどさ、ちょうどね55分でエンディングに行くみたいな、一応台本には書いてあるんですよ。 ちゃんと55分にエンディングに行けたし、そうそうそう、あの G8 配信の進行やった時も時間の割り振りちょうど良かったって言ってもらったんで、
タイムキープ得意っていうのをこれから特技にしていこうかな。みんな MC の仕事くださいって感じですねMC の仕事欲しいでーすって感じなんですけど、へー、そんな感じでございました。そしてですね、まあ宣伝といたしていたしましては、26日、あさってですね、チャリティーライブ出させていただきます。配信、今回はねちょっと感染対策ということもあって配信のみですけれども、ぜひぜひ、メンバーみんなでねレッスンも頑張ってますし、私個人としては久しぶりのイベントなので本当に楽しみにしてるので、皆さんぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。そして次回の配信は明日25日に21時から、今日の話にも出てきました倉野なるみちゃん、なるちゃんこそか、なるちゃんこと倉野なるみちゃんが配信予定ですので、お楽しみに。なるちゃんもね本当にトークがとっても上手なので、ぜひ明日も見てください。面白い配信だと思います。多分ねトークテーマは一緒なんで、なるちゃんがどのトークテーマを選ぶかとかね、そういうところにも期待しつつ、楽しみに、皆さんも見ていただけたらと思います。いや楽しかったな本当に。ちょっとね本当にね一人で17じゃなかった、もうダメだ、ワンセブンライブね、ちょっと大丈夫かなってちょっと不安なところもあったんですけど、無事楽しく終えられて非常に最高でございました見ていただいた皆さんありがとうございました。いや、まあ、25なるちゃん、26鈴木くるみちゃん、27吉橋ゆずかちゃん、28ゆもとあみさんということで、今週ねいっぱい盛りだくさんですのでまあ余裕があれば全部見ていただけたらと思います。それでは皆さん本当にたくさんのコメントと、あと投票への参加とかね、本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。またこうやって配信することがあればぜひ見ていただければと思います。あとはね、あのツイッターがもうすぐ2万人に行くので、あのフォローしてください今日初めて見た方ぜひしてください。ということで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。